よし。そういえばこの前さ、能力強化してこのラッシュも増やしたから、おー、かっこいい。なんか普通のアクションでもそこそこかっこよくは見えるな。いやー、いいですね、兄さんの若さあふれるパンチ。よし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 、各連打強いわ、雑魚相手ならな。まあボスにはこんなに食らわせられる食らわすタイミングないやろうけど。よし、あと一人。おお、よし。はあ、やったぞ。どこまでやればいいんや。はあ、長っ。あれ、あ、こっから来たんか。こっから来て、あそこの襖に引っ張られてきて、こっちね。階段、あ、リモンある。よし。あー、なんかいいもんないかな。もうちょっと、もうちょっと回復剤とかあってくれてもいいのに。ここも通れへん。あ、あったあったあった。よし、これとか切れたらいいのにな。てかこの刀とか持っていこうよ。なんか敵がいなさすぎて逆に怖い。あ、おい、そういうのあるなら早く言って。うわえ、ここってな、ここって何のお店なのカラクリ忍者屋敷体験ツアーとかやってる店じゃないやろ。うわぁ、なんかいっぱい来んな。ここのお店はこの男の人の男装の、じゃ、男装じゃない、男性の女装を売りにしたお店な。これやったら誠ちゃん泣いてたら絶対目立つやろ。とびっきり可愛い女の子ここに似つかわしくないわ。よっしゃ、終わった。あー、さっきはな、うわ、沖縄のお面かぶって、ちょっと強そうだな、今までのんとは。うえぇ、ちょっとちょっと、何それ、近づいたもん勝ちや。いや、これ近距離でも強そうやけど。あ、もう、もうこのヒートアクション使っちゃった。また次からやった時、おぉ、ヌンチャクみたいなのもできるんですね。よいしょ、よし、このヒートアクションもさっきとは違う扱いやんな。はぁ、いろんなヒートアクション使うのって意味あるねんな。いや、でもな、でもな、ちょっと待ってよ、次はつ、おぉ、ちょちょちょ、よいしょ、掴んで、あ、惜しい、三角押したつもりやってんけど。うわぁ、あった、これ避けるのはあれか、バットにしないと。くそー、バットにするのも手か、スラッガー。あ、いけるやん、防御、防御で使うことはなかったけど。よし、ちょっとちょっと今スラッガーで行ってみる、せっかくスラッガーにしたし。自販機、なんか金庫ある。金庫ってさ、あのな、持てたら、あ、武器になるやん、イエーイ、金庫泥棒。あれ、あ、金庫持ったままいけるかな。セラ、日教連を相手にここまでたどり着くとは、さすが島の組で鳴らした男だ。あのお面かぶってなくていいの、セラさんは。牧村誠はどこや。
彼女は先ほどある人間に託されここを出た。え、もう出た？なんやって？ある人間って誰やねん。そう焦るな。それは花からお前に伝えるつもりだ。あ、でもそっか、あ、シェルさんと繋がってそうなんて。俺はお前の敵じゃない。せやったら組員を襲わせたのはなんで。ほんまやな。手荒な真似をして悪かった。しかし、いやいや、お前の覚悟を知っておきたくてな。組員がかわいそうやわ。覚悟やと？知っての通り、日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。それが真島、お前の存在だ。ああ、真島の兄さんはまあ狙う存在ではあるもんな。3年前忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのか、そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。だがここからがわからない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか、彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。そんなんじゃないよ。俺は誠の価値なんか。もっと人間らしい理由やで。そう、お前は知らない。え、じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことか。まさかな。お前が俺の何を知っとんね。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。何であれ彼女を助けたい一心なのは分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。相手セラさんやしな。登場界の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。セラさんのせいもあんで、さっきの生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。ずいぶん物騒なやり方やの。で、確かめた結果はどないやねん。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。え、それはおかしくない？真島、もしも命をかけて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ、やったるわ。マジか。え、もうここまでやってきて十分分かったやん、セラさん。え、でも拳でって言ってたからな。喧嘩しでいかな、怒られそう。お前こんなところでバット使っとって、 何考えとんねんって言われそう。てかセロさん、その金色の靴、なんか白いスーツでシックに染めてますねって思ってたのにさ、その金色の靴はちょっとセンスがケバケバなんじゃないですか。いや、おーおーおー、なに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 、動けません。ええ、なんかすぐ気がついたら後ろ取られる。このヒートアクションしか出せへん。なんかな、なんかもっとな、もっとな、もっともっとなんかやりようがあるとは思うねんけど、あー後ろ取られる。こう気がついたら、こうやって相手がやり終わった後にこうして、掴めへんかな、掴める。あ、ちょちょ、逆にやられた。掴むのはあんまりよろしくない。よしよし、うん、あ、ピコルとかあるんですか。やっぱ余裕やな。あんな、あ、ちょっと走ってきたけど、ほい、こうしてあっちがやっ、え、それありか。そうやんな、セラさんやもんな。な、
金ピカの靴で蹴られるわけにはいかへんねん。兄さんも銀色やけどな、よく見たら。なんかちょっと女性もんのヒールみたいな感じにパッと見見える。あ、でもヘビ柄か。てか気がついたら色々結構減ってるけど。うわー、よいしょ。なんか、そこまでめちゃめちゃ強い印象はないけど、うちが弱いせいで苦戦してる感ある。え、なに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 、その構えてる感じ。よし。セラさんがやってきた時がチャンスで、それを避けきれへんかったらボコボコにされる。ちょっと回復しとこっか。あ、なんか気がついたら満杯に持ってるやん。せっかくやから使おう。あー、もう一個ぐらい使う。スタミナ X。 よし、ごめんなセラさん、ちょっと飲んで許して。もうちょっとな、なんか走り込みヒートとか出えへんわ、出えへんわ。あ、でも防御できるねんな。もうこれで投げれへんか。できた。もうこれしか出せへんけど、なんかな、もうちょっとな、なんか出せたらいいねんけどな。そういえばなんか武器なんか持ってたはず。なんかばっか言ってる。鋼鉄の名刺、キャバレーグランド支配人真島五郎と書かれている。え、ちょっと使ってみよう。え、武器。あ、あ、でも、ちょっと待って。あ、鋼鉄の名刺は28回使えるなぁとって確認してたら、ヒートゲージが空っぽになった。名刺で切るってクソ弱いと思う。ちょっと。ヒートゲージまた貯めることから始めよう。よし、これで、地下ダンサーじゃないんです、武器で。あ、ちょ、やばい、かっこいいやん。あれ、セラさんそんなに体力減ってた？なんか自分のことばっかり見てた。どうや、満足か？覚悟は分かってくれた？お前の牧村誠への覚悟は痛いほど伝わった。神で切るのって結構痛いもんな。ほなさっさと言え、誠は誰の手に渡ってんや。不動産会社の人間だ。ああ、不動産会社、ここで繋がんねんな。なんで不動産屋が。本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。一坪10億？そんな土地どこにあるんや。カムロ町なんですよ。お前のよく知ったマジだ。うんうん。カムロ町？誠はカムロ町に連れてかれたんか。ああ。今空の一坪を誰が手に入れるかで登場会が大きく揺れている。土地の10億なんてな目先の金に過ぎない。空の一坪はカムロ町の再開発に絡んで莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。立花さん、セラさんを動かせるってすごない。それで僕どもは非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことが。ちょっと留守にしてる間に登場会も落ちたもんやな。信用してくれ、俺は決して彼女に危害を加えていない。あんまり、お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。うん、現に車ごと爆破される寸前やったんや。そうやで、爆破に巻き込まれて頭打ってたやん。不動産屋に渡してやと、誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。ほんま？不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろが。その不動産屋の名前と行き先を教えんかい。教えてどうする。カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。兄さんが行くことが、どういうことや。
カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。佐川さんをついてくもんな。てか佐川さんは？奴は必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。でも佐川さん一人でも行くんじゃん。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。それも一理ある。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。キリュウちゃんおるから。な、何や。もしも俺を信用できないんならその銃で俺を撃ち殺せ。え、世良さんの覚悟は。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。ああ。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり佐川を。この泥棒猫が。ちょっと、いやでも結構ナイス連携プレーだぜ。真面目ちゃん、俺に撃たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。いや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 、そこ兄さん止めるとこ。こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ。知りたかったんだろ兄さん。これ佐川さんそこに投げた鉄砲で撃ち殺した方がええんちゃう。橘不動産桐生一馬桐生ちゃんの名刺なんやな。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな。真島ちゃん、あ、蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ神室町。ええんか。だってよ、神室町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうなれよ、地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。今佐川さんをやった方がいいのでは。はあ、7500万円を獲得しました。ああ、結局サブストーリーやらずにまたメインやってしまったな。バトルで2000万も稼いでたんか。そこそこな人数はやったけど。じゃあ、でもこれでまた真島の兄さんのパート終わりやんな。2章分やったと思うから、また桐生ちゃん編、これ何章まであんのやろ。はい。まあ、今回はここまでにしたいと思います。ここまで見てくださってどうもありがとうございました。また次のパートもよろしくお願いします。ではでは、またねー。バイバーイ。